B1 リーグ第35節茨城85から74仙台エイティナイナーズ28日ゼビオアリーナ仙台仙台エイティナイナーズは茨城に74対85で敗れホーム最終戦を白星で飾れなかった序盤から B1 残留争いか中の相手に押され12のターンオーバーを許して33の46で折り返し第4クォーター 9、残り4分3秒に PF 姉さんブースの2点シュートで68から69と1点差まで詰め寄ったが、相手の3点シュートや、ファウルが加算でのフリースローで再び引き離され、追いつくことができなかった。当初の目標だった30勝から設定し直した、ホーム勝率5割、2もあと一歩届かず、14勝16敗、PG 青木康則首相は、力が足りなかった。 うまく言葉にできないですけれど、悔しいですと絞り出した。一方で、ホーム全30試合で満員お礼を達成し、入場者数は延べ13万1194人で昨期の10万1235人を大きく上回る過去最高記録となった。藤田博樹ヘッドコーチ、38、は、昨年に比べてプラスされた勝利は間違いなく皆さんの声援の力が大きいと感謝。 指揮官は、泣いても笑っても人生一度のこのメンバーでの試合は2試合。最後までみんなとバスケを楽しみたいと群馬との残り2試合に全てをかける。